神よ。おう、我が主、何か。霊翼光ドーターは邪神ビーデとの戦いに傷つき、長い眠りについた。聖典の一節を送ってやる。すべてはビーデ様の御心のまま。ここが水の都、ハナルブライン。あの日、事件直前まで教皇に会っていた人物。神学者ルーチ。彼の足跡をたどり、ここに行き着いた。彼が犯人についての鍵を握っているだろう。おい、来てみろ。これより先は封鎖とする。なんだよ、ちょっとくらいいいだろう。下がられよ。事件は聖堂機関が調査中である。穏やかじゃないですね。さて、状況を把握しなきゃ始まりませんね。何が起きているか少し周囲の話を聞いてみましょう。なるほど。町の高名な薬師が何者かによって殺されたらしい。教皇の事件との関連は、さて。貴様、何を嗅ぎ回っている。もっと見つかりましたか。私は異端審問。動くな、不審者め。武器を隠し持っているな。拘束させてもらうぞ。強引な人たちですね。待ちなさい。その方は教会本部のテメノス審問官です。拘束の必要はありません。僕が保証します。聖堂騎士殿、これは失礼しました。クリック君、また会いましたね。君の移動先というのはこの町でしたか。
はい。まさかテメノスさんも来られるとは。でも幸いでした。誤って捕まるところでしたね。テメノスさん、顔色が悪いようですが。不覚です。子羊君に借りを作るとは。子羊、また恥ずかしい呼び方を。だが借りは借りです、覚えておきますよ。しかし君の移動先と同じとは。これはまるで運命なんて言わないでくださいよ。聖堂機関と私は同じ推測をした、そう言おうとしたのです。ふざけている場合じゃないですよ、クリック君。テメノスさんも神学者ルーチを疑っているので。終わりの夜、彼の代表的な著書の題名です。夜という言葉が気にかかってね。やがて夜迫る。教皇が残したメモの一節にもありましたね。夜は神話では脅威や敵の暗喩に用いられる。教皇はルーチーを脅威と伝えようとしたとも取れます。それで聖堂機関は何か掴んだのですか？ いえ、何も。やれやれ、使えないカラスたちだ。テメノスさんは何か考えがあるんですか？ええ、ありますよ。二つの事件の共通点は聖典だけではないようです。どういうことですか？先ほど町の人たちから興味深い話を聞けました。殺された薬師は数日前、ある男と密会していたそうです。神学者ルーチーとね。なんと、ルーチーは教皇とも殺される直前に会っていました。つまり二つの事件への関与が疑われます。やはり彼が最重要参考人のようですね。さあご注目、踊り子ヘルメスの舞台を見逃すな。あんたも一枚買うかい。町一番の女神を拝めるぜ。衣装と同じ赤いチケットだ。生かすだろ。遠慮します、あいにく取り込んでまして。けっ、しけてやがるぜ。ご注目ご注目、こぞって酒場に集合だ。見逃すな。
んな一大事に。テムノさん、神学者ルーチーを訪ねましょう。一刻を争います。彼を止めなければ。少し気が進みませんね。何を悠長な。急がなければ手遅れになりますよ。確かに彼への疑いは強いが、何か引っかかる。しかし他に手がかりもなさそうだ。いいでしょう。神学者ルーチーの家へ向かいますよ。ルーチーさん、おいでですか。聖堂機関の者です。お話を伺わせてください。返事がありませんね。やはりかくなる上は力ずくでいきましょう。何をする気ですか、テメノスさん。いけませんよ。機関の許可が必要です。言ってる場合ですか。一刻を争うのでしょう。それはそうですが。許可は後から取ればいい。君には剣があります。そんな。やむを得ません。ブラボー、成長しましたね、クリック君。さあ、お邪魔しましょうか。主よ、お許しください。これは。神学者ルーチ。死んでいる。本人に違いありません。彼は犯人ではなかったようですね。では誰が。僕は応援を呼びに。待ちなさい、クリック君。聖堂機関が荒らす前に私たちでここを調べますよ。真犯人への手がかりを見つけましょう。この町か。カルディナ様、聖堂機関の長であるあなた様が出向かずとも。考えあってのことだ。行くぞ。は、失礼を。
青銅騎士団。聖典にも記された英雄たちがご登場とは。この事件、もしかしてでかいのかもな。オルトよ、状況に変わりはあるか。本部から異端審問官が来訪したそうです。ほう、噂に聞くテメノスか。あの犬め、鼻が利くようだな。構わん、野放しにしておけ。よろしいので。我々は主から授かりし使命を全うするのみ。いかがでしょうか、テメノスさん。せっかちですね、君は。ちょっと考えさせなさい。すみません。ん？見覚えがあるぞ、これ。真実は炎の中に。これはルーチーの手記。興味深い内容だな。今回の事件に関係する内容かはまだわからないな。これは神々への祈りを捧げる際の手引き書か。この順番、邪神ビーデとの戦いで倒れていった神々の伝承と一致する。さあ祈りを捧げよう。正しく祈れば祝福を、逆をたどれば呪いを賜るであろう。これはもしや今回殺された三人に関係するのか。
第一の標的は教皇、すなわち聖火神エルフリック。次は薬師、これは霊薬庫ドータ。そして学者であるルーチー、赤学王アレファン。これが連続した一連の事件で祈りの順序を逆にたどっているとすれば、犯人の次の目標は舞踏鬼シルティージュ、踊り子か。なるほどなるほど。お帰りなさい、テメノスさん。犯人の次の標的が分かりましたよ。え、本当ですか？クリック君、この町に有名な踊り子はいますか？お、踊り子ですか？そういえば、さっきチケットを売ってましたよね。確か、ヘルメスという踊り子の舞台が酒場であるとかなんとかって。そうか。いや、よく覚えてましたね。テメノさん、どこへ？急ぎますよ、クリック君。犯人はきっとその酒場に現れます。私のお魚さんたち、今宵は心ゆくまで楽しんでいらしてね。カナルブラインの女神よ、間に合ったようですね。テメノさん、この中に犯人が。うまく紛れましたね。ですが無駄ですよ。私が正体を暴いてあげます。
暴かせてもらいますよ。やれやれ。よっ！ご愁傷様、いいでしょう。このさてと、はっ！尋問の時間です。いいでしょう。気でいい。どうですか。暴かせてもらいますよ。いいでしょう。祈るなら今ですよ。君を贖いなさい。ほらほら。この行きますか。いや、気で行く。どうですか。あなたは教皇から始まった連続殺人、その犯人は建築士バドスさん、あなたです。あなたは聖家臣を殺した後この町へ移り、霊薬庫と赤学王を次々と手にかけた。そして聖典に従えば、次に命を落とすのは舞踏騎シルティージ、踊り子ヘルメスが次の標的。そうですね。唯一の神ビーデ様のしもべなり、愚者どもめ。聖堂騎士、新人だがな。ブラボー、クリック君。待て、どこに。クリック君、あっちです。あれは聖堂機関の船、急がなくては。力づくだ。賞賛はある。あさて、あ思考開始。あ甘いブラン。
さて、思考開始。解を求めよう。ブラン、以上。思考開始。さて、見せろ。研究の炎よ、燃えろ。さて、思考開始。炎よ、もっと貴重な知見を得たな。有益だ。さすが先生。行くぞ。この目が祖国の誇りとともに。こちらの番だな。世辞はいい。剣が好き。道を塞がないでください。いざ。行くよ。そくらいな。さて、いいです。この、ほら、やれやれ。大人げなかったですね。ブランを。ブラボー。どうですか。ここか。この目だ。祖国の誇りとともに。出番か。さくらいね。さっ、行くぞ。いや、ごめん。まだまだだな。邪魔だ。行きますか。足ですよ。礼を言う。思考開始。受けてみろ。賞賛はある。賢さんがこれは。
誰かの光に輝く魂。ゴミは片付けなきゃ。さあ、審問の時間ですよ。邪神ビーデのしもべさん。教皇は死の間際にあるメモを残していました。やがて夜迫る。これは、炎を守りし一族の言葉らしい。そしてあなたの手の甲にある不思議な入れ墨はその一族のものだ。教皇は伝えていたんです。炎を守りし一族が犯人だと。あの日あなたは地下通路を通り大聖堂へ魔獣を引き入れ、教皇を殺害した。そして魔獣をその場に残し、平然とあそこに立っていたんです。よくぞ、見破った。私の目はごまかせません。神ですらね。バドスさん、なぜ？ここで捕まるわけにはいかない。私には使命がある。さあ、ビーデのしもべさん、やれやれ。プランを考えれば。あっ、見せろ。掃除する。やってやるよ。行くよ。ここからだ。掃除するか。よし、いいでしょう。さあ、しもべさん、聖火の光を輝きたまえ。公開し、
足を狙う。オズワルド、任された。いざ。出番。聖火の光輝くたまえ。見せろ。さてと。行きますか。さあ、試行開始。こちらの番だな。いや、いいでしょう。乗るなら今ですよ。ほらほら。掃除する。行くぞ。試行開始。愛を求めよう。氷よ、切り裂け。傷を癒したの。すまん、ソローネ、ここからだ。継承ブラッド。世辞はいい。剣が錆びる。さて、話してもらいましょうか。静かなる黄昏に身を任せるな。光は消えゆく、そこまでだ。カルディナ機関長、雷剣将ブランドの皆において貴様を拘束する。許しを請うがいい。主が断罪してくださるぞ。うぬぼれるな。許しを請うのは。連れて行け。クリックと言ったな。よくやった。青銅機関のカラスさんたち、やれやれ、あなた方は柿が甘くなるとやってきますね。我々には渋柿をつつく暇などないのでな。下がれ。貴様の審問など不要だ。お言葉ですが、聖堂機関長、犯人は異端ですよ。聖典に見立てて殺人を犯しているのですから。口が減らんな。
クリック来い。命を与える。はっ。飼い主を失った犬め。噛みつきますよ。本部機関ですか。この町の後始末は我らが預かることとし、バドスの身柄は聖堂機関本部に移し交流する。貴様にはその護衛を命ずる。光栄です、機関長。ただなんだ。今回の犯人拘束はテメノス審問官の功績です。彼に審問の機会を与えてはいかがかと。許可しよう、亡き教皇に免じて。ありがとうございます、機関長。クリックよ、調査の中で何か見聞きしたか。バドスが拘束前に妙なことを口にしました。静かなる黄昏に身を任せるな、光は消えゆく。どこかで聞いた気がするのですが。ご苦労、下がっていい。お手柄だな、クリック。オルト、それは皮肉か。一緒に入信したのに、君はカルディナ機関長の親衛隊だ。君にはかなわないよ、オルト。そうかな。剣は合格だ。いちいち交えなくても分かってるだろう。ふっ、腕が鈍ることもある。俺がこの立場にいるのはカルディナ様に拾われたからだ。お前を聖火教会に招いたのは異端審問官だったな。ああ。炎が我が暗き道を照らす。俺たちは互いに自らの炎と歩んでいるわけだ。ああ、互いの道が正しい道だと信じよう。聖火の加護があらんことを。君もね、オルト。テメノさん、何を読まれているので。神学者ルーチーの手記です。現場から拝借しました。 また証拠品を勝手に。固いことは一個なしです。これも調査のうちですよ。主よ、お許しを。で、君はこれからどうするんですか。一連の殺人事件はこれで幕引きです。僕は
建築士バドスを護送し本部に帰還します。本部に拘束した後はあなたも彼に面会できますよ。おお、あのカラスが許可するとはきな臭いですね。今回の件への礼かと疑いすぎは良くないですよ。疑うのが仕事なもんで。さて、道は二つあります。え、聖堂機関本部へ向かわれるのでは。それが一つ、彼の審問に赴く道です。しかし別の道がこの手記に記されています。落日の遺跡、クラックレッジの遺跡らしいのですが、神学者ルーチーが生前調査をしていたようです。重要な手がかりがある気がする。そこへ調査に赴くのが二つ目の道です。果たしてどちらの謎から解くべきか。どうかお気をつけて、テムノさん。本部へ来られるときは僕が歓迎します。楽しみにしていますよ。クリック君、事件の幕はまだ降りていません。なぜ犯人は殺人を犯したのか、なぜ発信に見立てて殺したのか、重大な何かを見落としている気がする。その何かを探しに行かなきゃ。